このゴールの近くは東尋坊がいますので、今から走って、東尋坊まで行きたいと思います。はい、はい、お願いします。これ持ったまま座ってもいいですね。こちら座っていただいて、ちょっとこちらで持ってる、はい、ご承知しました。で、出題前もこちら側の、扉開きますので、出題前でこちらから降りていただいて、はい、ありがとうございます。はい、すいません、自転車乗ってもいい。今日は福井県のサイクルトレインのご紹介になります。で、見てわかるように私今電車の中にいます。ここはですね、土日と祝日っていうのは、1両から2両後ろの車両になるんですけど、自転車を積み込みすることができます。普通の料金プラス200円、自転車持ち込み料200円で、こういう風に輪行袋なしで積み込みが可能です。今日は前回の動画ドラゴンリバーライドの帰りでして、今からそのスタート地点付近の駅まで輪行したいと思います。私自身輪行が初めてですので楽しみです。一番後ろ座っていただいて大丈夫なんで。はい。